藤井聡太王将の入場です。盛大な拍手を持ってお迎えください。藤井聡太八冠は今年1月から始まった王将戦七番勝負に無傷の4連勝でタイトルを防衛。第6局の会場だった掛川市での対局がなくなったことから、代わりに用意されたイベントに出席するために掛川市を訪れました。私自身も去年おととしとさせていただいたんですけれども、その時はこの年が負けてからの初戦ということもあって、本当に大変な緊張感があったんですけれども、また今年はやはりその時とは何というか、違う気持ちで、対局がなんかないということもあって、また掛川のなんかいろいろな面を感じることもできているのかなというふうにも思っています。祝賀会の前には掛川城を見学し、天守閣から見えた眺望について、天守の上にも登ることができて、本当に掛川の小町を一望することができて、一瞬ですけれども、掛川の城主閣の気分を味わうことができたかなというふうに思っています。2日目となった9日には、王将戦第1局の対局を振り返る大盤解説会が開催されました。解説の中では、対局の展開や当時の心境について語る場面や、対局中のおやつについても話す場面が見られました。2日戦対局ですと、2日目の午後は食べないことが多いんですけれど、本当に午前中は和菓子が多くて、午後は洋菓子が多いという傾向が恐らくあるんじゃないかなと思っているんですけれど、自分でこうはっきり調べたことがないので、ぜひ分かる方が教えていただけたら、会場では藤井八冠のユーモアを交えた話が笑いを誘っていました。またこの日は市内の小中学生9人を対象に藤井八冠が指導対局を行い、一度に複数人を相手にする多面指しに臨みました。子どもたちは緊張しながらも憧れの藤井八冠に果敢に挑んでいました。やっぱり一手一手を大切に打ってるっていう感じがすごいあったから、テレビで見てもすごいけど、実際に会ってみてもすごいっていうところが、やっぱ最後終盤の詰め方とか、駒の飛車とか角とか、その強い駒のうまい使い方とかね、いろいろ教えてくださって、すごい勉強になりました。指し方とかもすごい綺麗で、すごい強くて、すごいびっくりしました。お母さんが伸びていて、すごくしっかり考えて起こすというのが伝わってきて、こちらもすごく嬉しく思いました。ぜひこれからも楽しんで、ご紹介続けていってもらえたらと思います。どうもありがとうございました。